どうも、ミノルマです。はい、今回はですね、バッティングを良くするにはこの練習お伝えします。どの練習？何ですかそれは？ラムネですか？違います。ペットボトルのキャップです。これをですね、普通練習するんですよ。めちゃくちゃ難しいんですよ、普通。これしかも投げようによっては、これ投げる方も難しいんですけども、投げようによっては本当にいろんなところに変化するんですよ。なので変化球打てない子、まあ、もしくはミートがあまり苦手な子とかですよね、がこういう練習をやるとすぐにバッティングが良くなります。で、打ってほしいのは、まあ、細い棒、まあ、ノックバットでも何でもいいです。ノックバットが一番いいかな。ノックバット持ってる人でもそんなにいないですか？少ないですね。で、なんで、まあ、細い棒とか、最悪、下川さんさっき言ったプラスチックバット、はい、まあまあまあ、で、でも最悪いいかな。まあ、試合、自分のバットがあればそれでもいいです、自分のバット。ただ、ちょっと気づく可能性はあるのかなと、ペットボトルのキャップ打つとちょっとここが、はい、なんかパーンとこう、うん、ちょっと気づいたりとかあるかもしれないんで、あくまでもこう試合で使わないようなバット、うん、練習用のバットであれば、まあ、いいかなというふうに思いますので、ぜひね、皆さんバッティングよくしたい、もしくはミートポイント、ミートを上げたい人がペットボトルのキャップ打つ、これね、すごくいいので、ちょっとね、僕打ってみます。これ僕小さい時やってたんですよ、実は。祈るまんなりとずーっとこれ掘ってもらって、ずーっと打って練習してもらって、じゃあね、三振しないです。小学生の時に三振したことあるかな？さすがにそれはないでしょっていうぐらいね、記憶ないんですよね、僕ぐらい。ミートは自信あったので、ちょっとぜひやっていこうかなと思います。はい、では早速、やっていこうかなと思います。ペットボトルキャップ打ちやっていきます。だいたい5メートルぐらいですね。だいたい5メートルぐらい離れて取ってもらうと。投げる方も難しい。お願いします。こんな競技見たことありますよ、ペットボトル野球って。よし、バウ。あ、難しい。よし、あ、袋に入りました。あー、いった。狙ってたんですよ。やっぱりこういう軽いものを投げて打つ練習をするんで、特性としては優しく投げてあげることで不規則に動きますよね。そうそう、マジでチェンジアップみたいな。はい、よっしゃー、気づはなし。遊び感覚でやっておもろいですね、これ ね、 そうですね。まあボールもですけど、よりこれをちゃんと見れる、追い続けられるんですね。そうそうそう。でね、しかもね、これ分かるかな、色あるんですよ。色によっては全然見えない。あ、この場所緑なんで多分一番これが打ちにくいです。よっしゃー、絶対に当てにいかない、しっかり振る。よー、詰まった。さて、次は下兄が打っていきます。あ、いいっすね、いいっすね、いいっすね。ナイス、いいっすね。わーすげー、スーパーヘッピリ腰になってましたよ。難しいな。ラストいきます。わーい、てな感じの練習ですね。皆さんやってもらえれば、これね、結構面白いんで
いろんなとこ変化していくんで、やるとね、すごく楽しいんで、ぜひやってほしいかなと。コツとしては、しっかりとね、タイミングを早く取ることですね。タイミングを早く取る。早く取ることによって、やっぱ余裕が生まれるので、早く取って、さあ来い、さあ来い、どこでも来い、うわー、落ちてきた、スパーンみたいな。もう早かったら早かった、タイミング早く取ってるんで、なんとか食らいついていけるんで、結構ね、本当にいろんなとこ行くんで、かなり練習になります、これは。あれですね、数々の練習法をいろいろとお伝えはしてきてますけど、はい、ボールをよく見るっていう部分と、球を引きつけるっていうところでは結構すごい特化された、そうですね、まあ、遊び兼練習法になるのかなと思いました、はい、なのでね、ぜひですね、これはやってほしいというふうに思います。室内でも、まあ、室内って狭いところは無理ですけど、そうですね、体育館みたいなところとかでも、うん、まあ、別にそこでバットを使っていいのであれば、うん、違うスポーツとして遊べるんですね。いや、本当ね、パッティング良くなるんで、ぜひやってほしいかなというふうに思います。ということで、本日は以上となります。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。オンライン動画指導も行っておりますので、そちらもご登録の方よろしくお願いします。女子軟式野球チームアメージングも活動しておりますので、そちらも応募お待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。